見えてんのかみんな聞こえてんのか。じゃあ引き続きゆうすけチームゆうすけみんなと会えるのを楽しみに、これからも制作そして音楽活動頑張っていきますんで、今後ともよろしくお願いします。そして僕らの時代ぜひ、まあ、もう本当に借りてもいいから聞いてください。昔のライオンとかも、そしてロマン飛行やさすらいも入っておりますので、本日21時、僕らの時代のミュージックビデオが公開されます。改めて CD の告知も今してんねん。今し終わったのよ。なんだうわうわ、狙ったな。ちょっと来て、ね、ほらそうやって狙うか、ちょっと出せ。とのことです。狙ったな。狙いました。戻りなさい。そんな感じで。どんな感じ？ゆうすけの締めそれでいいの？人生初めての TikTok ライブでした。僕らの時代は生きてる限り全員で、もちろん亡くなられた方ももちろん頑張ってる方もこれから生まれる子もみんなで一緒に見守ってくれたりだとか応援し合ったりだとか声をかけ合ったりして楽しい僕らの時代が待ってると信じて前に進んでいきましょう。頑張っていきます。そんな感じですね。ゆうすけの人生初の TikTok ライブでした。どうか聞こえてますように。あ、フォローの方もよろしくお願いします。インスタライブできたらやるかわかんないですけど、よかったらそちらもチェックしてみてください。じゃあまた会える日を楽しみに、ま、どん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 サプライズで楽しいこと考えていきます。俺使ってみんなで楽しんでください。ありがとうございました。バイバーイ。どうやって終わるの？こうクーって終わるみたいな感じじゃないの？バラエティみたいな。